金山平蔵12月18日から1964年7月15日は、大正、昭和期の洋画家である。1935年5月の帝国美術院、海藻問題より、画壇から遠ざかったことに起因して、幻の画家と評されたほか、雪を描いた名画を多く残したことで、雪の画家とも呼ばれた。1883年兵庫県神戸区元町通り三丁目に、 金山春吉、久の第四子として生まれる。1905年9月東京美術学校西洋画家本科に入学する。主任教授である黒田清照らに指示し、1909年3月東京美術学校西洋画家を主席で卒業する。4月には同校西洋画家研究家に進み助手となる。しかし1911年2月15日付で退学し、 神戸へ帰る。1912年1月20日に日本優先平野丸で神戸港を出発してパリに3月7日に到着する。28歳から31歳までの4年近くの間はパリを拠点にヨーロッパ各地へ車線旅行に赴く。そして1915年9月27日にパリを離れ10月3日マルセイ港から乗船し11月に 神戸港に到着。帰国して神戸市神戸花熊町の自宅に戻る。1916年10月には第10回分店初出品の小土市まで描いた夏の内海が初入選かつ特選第2席になり、文部省買い上げとなる。翌1917年には氷滑りが第11回分店の特選第1席になる。同年1月上旬に、 長野県下諏訪で描いた作品で、以後毎年2月にかけて、同地で制作するようになる。1919年9月に帝国美術院が創設されて、同院主催の帝国美術展覧会が開催されることになり、36歳にして、定点審査委員に選ばれる。同年10月の第1回定点には、雪、花を出品する。また11月には、田を入籍し、 東京市小石川区大塚坂下町に転居する。1922年10月の第4回定点に下諏訪のリンクを出品する。関東大震災が起きた1923年5月に初めて山形県北村山郡大石田を訪れ滞在する。1925年4月東京府豊与多間郡落合町を大あ下落合にアトリエが完成し転居する。 1928年10月の第9回定点には、菊を出品する。1929年10月の第10回定点には、大石田で描いた東北地方の春を出品する。1933年10月の第14回定点には、冒州地蔵で制作した風雨の翌日を出品する。しかし1935年5月の帝国美術院改装期に、 中央画壇から去り、翌1936年から寒天不出品を1959年まで24年間、貫く。1944年7月1日、低質疑原因となり、1945年には、皇太子及び吉野宮に作品を献上する。1945年3月17日の神戸大空襲で実家が離災し、作品が消失する。5月には、 もがみ川を挟んで、大石田の対岸に位置する北村山郡横山村に疎開する。後に、しばしば車生旅行をするようになる行部人も同宿する。また大石田で、斎藤も吉と信仰を結んだ。1946年10月には、文部省より、日展審査員に選ばれるが辞退する。1947年2月横山村から、大石田に移り、これ以降は、 大石田が生活の拠点となる。1953年2月、前年12月に開館した、東京国立近代美術館で開催された、近代洋画の歩みから西洋と日本展に、夏の内海と、下諏訪のリンクが出品される。1956年5月、日本橋高島屋において、金山平蔵画業50年展が開催され、 多数の未発表作を含む240点が出品される。1957年2月には日本芸術委員会員に任命される。1959年3月には日展顧問を移植される。同年11月の第2回新日展には経流を出品する。1961年6月には裁判年の重要な支援者である故郷神戸の 川崎重工業株式会社に事前作品100点の永久保管を願い出て、同社によって食卓として処遇されて、夫妻でのヨーロッパ裁縫旅行の機会を得る。1964年6月に入院し、7月15日、死去。医師によって本葬儀は行われず、除衣、女訓もすべて辞退している。神戸市営ついたに墓地に埋葬されている。平蔵没後、 川崎重工業の保管作品から夫人により130点が兵庫県に寄贈され、1970年兵庫県立近代美術館の開館にあたって同館所蔵品となる。また、兵庫県立美術館には、開室期間が限定の金山平蔵記念室が設けられている。2008年9月13日から11月30日、笠間日堂美術館において、 金子コレクションから見た、金山平蔵の世界展が開催された。また2012年4月7日から5月20日、兵庫県立美術館において、開館10周年記念日本の印象派、金山平蔵展が開催された。2012年9月15日から11月4日、広島美術館に巡回。詳細は、金山落を、参照布陣の金山落は、 東京女子高等師範学校を経て、1913年に入学した東北帝国大学を卒業。女性初の帝国大学卒業生であり、東北帝国大学に在籍して、数学研究を続けていた。1917年4月に平蔵と見合いをした、兵庫県立美術館、金山平蔵記念室公募展受賞作品のほか、 特記すべき功績となった作品についても記した。ありがとうございます。